皆さんご存知ですか？ DCMK ホームセンターで売ってる簡単着火ケース。ホームセンターなのにこんな尖ったロマンあふれるギアが作れるのかと驚いて迷わず衝動買いです。ご覧ください。商品名はイグニッションケース。長さ12センチで1辺 3.5 センチの筒です。しっかり厚いステンレス製なので片手サイズなのに 96g あってずっしりです。本来の使い方は着火剤や固形燃料を筒の中に入れて炭や焚き木の下に潜り込ませて着火するという着火ケースみたいです。キャンプ初心者さんだと着火で苦戦するケースが多いと思われますので、ビギナーさんにはとっても親切なアイテムだと思います。着火剤ケースとしての効果は動画後半で試してみますが、まずは猿がやってみたかった使い方から挑戦します。例によって自己責任なのでここからはご興味ある方のみご覧ください。ちなみにこの着火ケースに挿入する理想的な着火剤は同じく DCMK ホームセンターで売ってる楽々着火剤という商品のようです。何やら妙な印象を受けたためこちらも買ってみました。4本160円なので1本あたり約40円とそこまで安くもないですが、興味半分で買って試してみることにしました。原料は竹パルプ、おがくず、パラフィンとのことで石油系の素材を使ってないので臭くないのが特徴みたいです。では早速開封します。見てください。やはり着火剤ケースには見えません。それぐらい装飾が美しく仕上がっています。この厚手のしっかりしたステンレスの筒、美しい模様、使っているリベット、そしてバリなど皆無の優しい手触りまで細かい点まで美しく仕上げていました。着火ケースとして使うにはもったいなさすぎる完成度です。そして楽々着火剤の方ですが、箱から取り出してみるとやはり妙竹林な見栄えです。小学生の時に使ったソプラノ笛のパーツのように見えますが、中に何やら茶色いものが詰まっています。これがおがくずのようです。黄緑っぽいのが竹パルクみたいで、紙にろうでも染み込ませたような感触です。中に詰まっている茶色いおがくずは筒の両端と真ん中付近の3箇所にのみにあるようです。この笛のパーツみたいな着火剤の作りが一体どういう燃焼効果を生み出すのかとても気になります。動画後半で燃やしてみることにします。着火剤を筒の中に差し込んでみました。確かにぴったりです。猿のチャンネル登録者さんはベテランキャンパーが多いので着火で苦労する人はほとんどいないと思いますが、単純にどんな燃え方をするのか興味津々です。ただし今回猿にとって一番興味ある使い方は、何やら怪しげなセッティングをしています。セリアで買ってきたろうそくを取り出しました。そしてカッターでステンレスの筒に収まる長さに切り取っています。勘の言い方はもうお分かりですね。そうです、猿は着火ケースとして使用後はキャンドルランタンとしても楽しむつもりみたいです。キャンドゥの固形燃料ケースに溶かしたろうでろうそくを固定して、その上から着火ケースをかぶせます。期待通りの美しさです。もっとも見方によっては単なる仏具のようでもあるので評価は人により分かれそうです。仏具またはミニアンドンといった方が近いかもしれません。猿の視聴者さんの中には凝った仏具でミニ仏壇を飾り日々の生活の潤いにされている方もいますが、その気持ちはわかります。猿は一度その方にお願いして仏壇の様子を写真で見せてもらいました。確かに和風の落ち着いた美しさは日本人の心を揺さぶります。眺めているとうっとりとして時間が経つのを忘れます。これは飽きません。それではここからは DCM が意図した本来の使い方についてシビアに検証します。着火剤だけでいいのではないか、なぜ着火剤をケースに入れる必要があるのかという意地悪な検証です。そこで今回は焚き火台ではなくバーベキューグリルを想定してロストルを模した網の上で実験してみることにします。土台となる網は数枚重ねることでグリルに敷かれたロストルに近い通気性にしようと試みています。芸が細かいです。そして楽々着火剤を筒に入れてロストルを想定した網の上に置きます。炭は物価高騰の煽りか最近めっきり品質が落ちてしまった100円ショップのものを使います。この炭は割れて砕けた小さな欠片ばかりなのではっきり言って最悪です。が
着火ケースの検証にはもってこいです。炭というよりは園芸用の黒い土か何かに見えるぐらい割れて砕けています。そして猿はあろうことかこのクズみたいな炭で着火ケースを掘って埋めるようにセッティングしています。これだといくら着火剤が優秀でも空気が遮断されてしまい炭への着火は困難です。映っているような感じで炭で着火剤を覆ってしまうと普通はたね火が途中で消えてしまいますが、果たして着火ケースの威力は発揮されるのでしょうか。普段キャンプをしない人がバーベキューをする場合に炭への着火で苦労することは実際によくありがちだと思うので、そうした場合に着火ケースが役立つのかやってみます。着火も一般的なマッチでやってみました。果たしてこの竹パルク製の着火剤は火付きは良いのでしょうか。なぜかドキドキします。マッチ一本で無事に火がつきました。意外と良好です。木の燃え移り方は石油系の着火剤ほどではないですが、新聞紙や牛乳パックのような紙に火をつけるよりも簡単でした。ただし予想通り酸欠状態ですぐに火が消えてしまったようでしたが、あれどうなっているのでしょうか。赤い炎が見えなくなり炭の山から白い煙が上っています。普通ならこの状態は途中で火が消えて炭への着火を失敗したパターンです。もう少し待ってみましょう。筒の中を覗いてみます。やはり消えたと思ったらまだ消えていませんでした。ここから何度も消えたと思ったのですが、実際は一度も消えていません。驚きです。ステンレスの筒の中で細々と燃え続けていました。決して炭へ火が移る様子もないのですが、かといって消えてもいません。なんとも不思議な状態が5分以上続きました。炎は消えていないので炭の山から煙が上り続けています。普通ならとっくに消えている状態ですが、消えてません。カメラの録画を止めようかと何度も何度も迷いましたが、その都度筒を覗くと炎が消えずに燃えているので続行したという何ともおかしな撮影でした。そして次第に煙の量が増えてきたので、これはうまくいきそうな気配が漂ってきました。着火ケースの効果は予想以上にすごかったです。ベテランキャンパーには必要ないと言いましたが、単純に消えそうで消えない炎が頼もしいので DCM に行ったらぜひ買って試してみてください。炭山に開けたトンネルの中で炎がしっかり燃え続けています。これ自体が楽しい絵でした。ふと気になって上から撮影してみました。筒の先端は炭の山から外へ出ていました。埋めたつもりでしたが炭が足りなかったようです。したがって外気に触れる部分から先に炎が上がっていたようでしたので、完全に炭で埋めていればもう少し着火に苦戦したかもしれません。ただし筒の中に空気があるため、どっちにせよ炎は消えずに地味に燃え続けていたように思います。意外と面白いアイテムです。ほったらかしにしておいても炭に火がつくというのはそれはそれで役立つシーンがありそうです。ちなみに猿は今回あえて寄付希望も使っていません。使った方が火の回りが早いことは分かっていますが、筒の効果を確認するためあえてやりませんでした。ということで猿も観念しました。 DCM の着火ケースは猿の意地悪な企画にも耐えうる素晴らしい効果を証明しました。あとは炭をバーベキューグリル用の炭入れに移して、ここからは炭火料理で晩ご飯にします。そうそう、炭の火力を上げたいときは携帯扇風機がおすすめです。これで一層手抜きができます。晩ご飯はもつ焼きにします。セリアに売っているもつ焼き専用網を購入してきました。これを使えばもつが網目から落ちることもなく上手に焼けます。味噌で味付けされたもつ焼きです。後でせせりもいただきます。少しずつ暗くなってきたので、このタイミングでキャンドルランタンを灯しておきます。例によって溶かしたろうでろうそくを固定する昔ながらのやり方です。
やはり揺らめく炎は必須です。一気に雰囲気が良くなります。ちなみに暗くなるにつれて炎の揺らめきは一層素敵に雰囲気を作ってくれます。特別にお見せします。こんな感じです。やはり着火ケースとしてだけ使うのはもったいないアイテムです。ということで動画撮影は忘れて、ゴールデンウィーク突入の乾杯です。焼けた味噌味のもつです。ハイボールにぴったり合って最高です。猿は少し味噌だれを焦がしたくらいの方が香ばしいので好みです。少しずつ暗くなってきました。焼けたもつの良い匂いがあたりに漂います。気温18度、最高の季節です。ということで毎度のことながら、気づいたら真っ暗になっていました。夜になるとまだ少し冷え込むので、このまま寝てしまうと朝には風邪をひいています。お気をつけください。動画のテーマと無関係ですが、猿はいつものように冷えると焚き火で体を温めます。やはり豪快な焚き火はキャンプの大きな魅力です。さて翌朝です。気温16度のすがすがしい朝です。ミニあんどんを確認します。溶けたろうで固形燃料皿とくっついているようでした。外してみるとこんな感じです。すっかり焼けていい感じの色になっています。状態を確認するために洗剤で洗ってみます。かっこよい色になって満足です。また部分的に曲がったりして変形することもなく、極めて頑丈なアイテムです。長く使えそうです。いかがだったでしょうか。1400円という微妙な価格設定でしたが、着火ケースとして使った後はミニあんどんになるなら、これはお得だと思いました。この動画が何かの参考になった方は、高評価ボタンをお願いします。それからチャンネル登録も、よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。